はい、本日はですね、リカバリーサンダルを4つ比較していきたいなというふうに思います。僕はですね、常々リカバリーサンダルのこのウーフォスってやつめちゃくちゃいいですよってもう言い続けてるんですね。このメインチャンネルでも言い続けてるし、セカンドでも言い続けてるけど、人によってはこのウーフォスはあんま向いてない人も絶対いてると思うんですよ。で考えたら、まあ、僕適当にウーフォスいいですよってちょびひげで言うてるけども、ほんまのこと言うと実は違う方が良かったっていう方もいらっしゃるんかなと思いましたので、まあ、今回はね、このずらっと今並んだんですけど、このダナーのサンダルであったり、このキーンのヨギ、これはまあリカバリーサンダルじゃないけど、一応まあこれもね、ほんでまあ他オネオのリカバリーサンダルとこのウーホス4種類をまあ比較していこうじゃないかと。ほんでこのサンダルに関しては、まあ言うたらこの人が向いてるよねとか、あ、これはこれが向いてるよねみたいな話をねしていこうと思うんですけども、まあ今日の流れとしてはですね、まずまあ価格値段からお話しして、その次にクッション性、あ、柔らかいなーいう話して、でその次にサイズ感ですよね。これ同じ全部28で買ってるけども微妙にやっぱちゃうかったりするので、その辺の話して、あとはまあソールの高さとかね、あとはなんかその重さ、サンダル自体の重さとかの話をして、まあ、最後にこういう人にこれは向いてると思いますよみたいな感じのね流れでいきたいなというふうに思いますので、まずは、まあ、常々言ってるんですけど、リカバリーサンダルの良さみたいなところね、先にちょっとだけ、ほんまにちょっとにするのでね、先っちょだけっていうことで、先っちょだけちょっとお話しさせてほしいんですけども、何の話かというと、やっぱリカバリーサンダルってね、一足は絶対あってくださいと。もう自宅用でもいいし、サンダル用でもいい、オフィス用でもいい、何用でもいいから、とにかく一足あったら普通の健康サンダルとわけが違うんですね。もう全然びっくりするぐらいちゃうということで、ぜひこれはね、一足は購入してほしいっていうことがなってるので、まあ本当どんな天候でも、雨でも晴れでも雪でもいつでも履けるし、ほんでもって例えばこう自宅でも履けたり、アウトドアでも履けたりとかっていうことで、でそれが全部ね、これどれを高いやつ見ても1万以内で購入できるんですよ。って考えたら、まあ、どんなシーンでも履けるんやったら一足ぐらい持ってて損ないと思いますせと。まあこれがね、リカバリーサンダルの良さみたいなところね、先っちょだけねお話しさせてもらったんですけど、次にまず価格からいきましょうか。順番にね、高い方からお伝えしていこうと思うんですけど、まず一つ目というのはこのホカオネオネのリカバリーサンダル、これは一番値段が高くて、値段何倍だっけな、これ8800円、あ、結構いいお値段しますねと。サンダルにして8800円でスニーカー買えるんちゃいますかぐらいのね感じだと思うんですけど、まあ、見るからにこうボリュームのある感じでね、まあ、ホカオネオネらしい感じだと思うんですけど、まずこれが8800円、一番高いですね。で次2番目に高いのが何っていうと、このキーンのヨギなんですね。これが7480円ということになってて、まあ、これもサンダル、普通のその辺の健康サンダルに比べるとしっかり守られてる感があるのでね、あ、確かにそれはこれも値段しそうやなって。この後ろ側のグリップも結構しっかりしてるしね、まあ、この動画でも言いましたけども、リピートで買う方も多いぐらい、まあこれも人気のサンダルですよね。ほんでその次に値段高いのが、僕今履いてるこのウーフォスのウーアーっていうサンダル、これが何倍やったっけな、6000円ちょっとぐらいになってるので、まあ、ちょっとずつ値段下がってきましたよね。ただ値段下がってる分、結構簡易的な作りにはなってきてると思うんですよね。でまあこれ後で言うんですけど、めちゃくちゃクッション性いい、この4つの中で一番クッション性いいんですけど、まあそれがウーフォスでしょ。ほんでその次が一番安いのがこのダナーのサンダル、これが5000円に消費税ということになってるので、まあ一番見た目的にもちょっと安い感じしそうじゃないですか。あ、安っぽいなみたいな感じあると思うんですけど、まあこんなん言ったらダナーに失礼ですけどね、まあこれがまず値段になってますよということになってるので、ホカオネオネ、そしてキーンのヨギ、ウーホス、ダナーという順番でね値段になっております。じゃあ次はクッション性がどうなってるんかというところに行きたいなと思うんですけども、もうクッション性は圧倒的にウーホス、これが一番めちゃくちゃ柔らかい、もうふにゃふにゃしてるし、こう物とかをね上からポンと落としてもね跳ねないぐらい、ポンって吸収してくれるぐらい柔らかいんですよね。だからまあ僕はこれ好きで愛用してるんですけど、クッション性を結構大事にしてはる方なんかはこれウーホス一択。もうその次にクッション性柔らかいの何っていうと、まあこのホカオネオネですね。これも場所によってねソールの高さが違うんで、つま先とかはそんなに厚さないんですけど、後ろはね結構ボリュームあるので、まあ、この辺なんかは結構柔らかい感じになってるんですね。そしてその次がこのダナーのサンダルですね。これ全然クッション性なさそうに見えて、意外とちょっとだけねクッション性あるんですよ。だからまあ第3位ですね。で一番クッション性ないのこれ、キーンのヨギ、これ全くクッション性ない、大丈夫ですね、クッション性ない、もうカチコチ、もうこれカチコチステーションっていう感じになってるんで、柔らかさ求めはる方は多分キーンのヨギはちょっと微妙だと思うんですけど、まあこれがクッション性になってますよと、まあ、このままお送りしていきましょうね。これ次はサンダル自体のソールの高さを見ていきましょうか。ではホカオネオネからいきますね。ソールの高さはなんとこれ5センチぐらいあるんですね。めちゃくちゃソールの高さあるやないかいっていう、5センチは盛りすぎだな、4センチぐらいありますね。これがホカオネオネですね。で次はキーンのヨギいきましょうか。このキーンのヨギも
一応ここで見たら5センチぐらいあるんですけど、実際こうくぼんでるのでだいたい4センチぐらいですかね。これがソールの高さで、次がダナーですね。これダナーが一番ソールないかな、 3.5 ぐらいかな、 3.5、 3センチぐらいかな。そして最後ウーホスなんですけど、これちなみに全部左足で測ってますね。これも同じぐらいか、 3.5 ぐらいになってるので、ソールの高さは圧倒的にこのホカオネオネが一番高いですね。ほんでもってそのままね、あの重さ測っていきたいんですけど、まずホカオネオネからいきますね。ポンって乗せていくと 179g ね。そして次がキーンのヨギね、ポンって乗せていくと305、重いな結構。ほんで次がウーホスで162、ほんで次ダナーが180。なので一番軽いのはこのウーホスのねやつが170ぐらいだかな、169で、この2つが大体同じぐらい、180ぐらい。ホカオネオネとダナーね。でこのキーンのヨギはまあリカバリーサンダルじゃないって言われたらそうやねんけど、もう300ぐらいあるからもう全然倍ぐらい重いですね。はい、というのがね、まあ、ソールの高さと重さになってるんですけども、まあホカオネでもねなんかはね、これあの背高くしたい方とかやったらね、これ一番あのソール高かったからええと思うし、やっぱ軽いのがいいっていう方なんかはね、このウーホスの方がいいかなと思うんですけど、まあそれもどこで履くかによりますよね。これ部屋で履くんやったら絶対軽い方がええし、いや外で履くんやったら結構しっかりしてほしいから、この重たい、お危ないキーンのヨギの方がいいんかなと思うんですけど、まあ使う用途によってちょっとその辺はちゃうとは思うんですけど、まあこれが一応こんな感じですよと。ほんで次にサイズ感に行きたいなと思います。サイズ感がね、全部28で僕購入してるんですけど、一番スタンダードな感じ、ナイキとか履いても28やし、バンズ履いても28なんですけど、一番スタンダードなのはこのウーホスの28はもういつも通り、もう全然どこもきつくもないしジャストって感じなんですよ。ほんで次にダナーの28はね、次横が狭いんですよ。若干横狭い、だから細長ちゃんサンダルということになってて、次キーンのヨギはあの横もゆったりしてるし、前もそんなにきつい感じないんですけど、このね甲の高さがね結構きついんですよね。だから足の形的にちょっと甲高の人なんかはこれはねサイズ上げた方がいいってこの動画でも言ってますけど、あんま向いてへんかもしれんということですね。ほんで次にホカオネオネは全体的に大きい、同じ28やのにこれでかいなっていう感じで、ちょっとね余裕があるぐらいの大きさ、0.5 ぐらい大きいんちゃうかなというような感じになってるので、まあ、これがねサイズ感かなと思います。じゃあ以上を踏まえてね、どんな人がおすすめなのと、それは分かったけど、どんな人おすすめというとですね、まずじゃあホカオネオネからいきましょうか。こういうのやったらね、これ僕は今履いてないんですけど、嫁が履いてて、さっき言ったみたいに背が高なるじゃないですか。でまあクッション性もいいっていうことになってるので、例えば台所とかでこれよく使ってるらしいんですけど、台所の高さがなんかちょっと高いなと思ってたらしいんですけど、これを履くことで身長がその 3,4 センチアップできるので、なんか一気にね高さが合ってくるらしいんですよ。だから嫁はこれを気に入って履いてるんですけど、まあ、ちょっとソールの高さが欲しい人なんかはね、このホカオネが一番ええかなと思いますし、ほんでね次にこのキーンのヨギに関してはね、どんな人がええのというと、やっぱりこんだけしっかり作られてて、こうつま先までカバーされてるからね、やっぱちゃんと歩く人とか、ともすればちょっと走ったりする人なんかはね、まあ走るのはちょっと無理かもしれんけど、ちゃんと歩く人とかはいいかなと思うんですよね、こういうのが。で多少重たい言うたって 300g とかやったらスニーカーより軽いんですよ。でスニーカーがね大体重いやつって 500g ぐらい、エアホースがやったら470とかしたりするので、まあ、それ考えたらスニーカーより全然軽いから、まあ、ちゃんと歩きたい方なんかはこれなんですよね。ほんで次大本命、僕のこれ大本命なんですけどね、ウーホスは何でクッション性が一番いい、もうとにかくそれに尽きるんですよ。だから歩くこととか考えるんやったらウーホスじゃないくてもいいかもしれんけど、まあ部屋とかで使うとかそんな動かへんじゃないですか、やったらこれウーホス一択でいいんかなと思うんですけど、まあ、そんな感じになってて、次ダナーはねこれどんな人がいいかって言ったらとにかくコスパ、一番コスパいいのどれって言われたらもうこれになってくるんですよ。だから逆に言うとどれも突出してないんですよね。高さも別にあるわけじゃないし、クッション性もそんなあるわけじゃないし、歩きやすさもまあ普通かなって感じなんで、まあ、とにかくリカバリーサンダル一足欲しいねんっていう方はですね、まあ、これが一番いいんちゃうかなっていう、安くでね欲しい方はこれがいいんかなというところで思いますね。はい、まあ、以上がねあのリカバリーサンダルの特徴で、まあ、最近リカバリーサンダル結構多いんでね、あの1回まあ動画作ってみようかなと思って作らせてもらったんですけど、まあ、その用途用途があるので、まあ、人によって違うかなとは思うんですけども、まあ、この辺があの僕が見てる感じでは人によってこういう感じかなというところになっておりますと。はい、ということでね、まあ、本日はリカバリーサンダル4種類を比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。